久々にキャンプ来たな。1ヶ月ぶりぐらいか。すっかり秋も深まってしまった。しかしこの坂なかなかしんどい。一瞬蛇が巻きついてるのかと思った。すごいなこれ。もみじも綺麗に色づいて秋っていう感じだな。よし、今日はここをキャンプ地とする。いやー、なかなかしんどい坂だった。でもそれがいい。この後の楽しみが倍増する。よし、例のやつをやっていこう。あれ、ビールどこ置いたっけ。そうそうそう、ここだここだ。俺の4次元ポケットいただこうじゃないか。秋色をした麦ドリンクがグラスに注がれていく。なんともいい音だ。麦とホップの香りが辺りを包み込む。なんというビジュアルだ。おっとっと、これはピンボケしてるわけじゃないぞ。そうそう、空を撮ってるんだ。うん、空を撮ってる。オーナー芝刈り中、ピンクのつなぎがよく似合う勘だ。気を取り直して設営をしていこう。テントの向こう側はすごいぞ。この絶景だ。朝これを見られると思うと今からワクワクしてしまう。色づいた木々もここから見ればすべて俺のものだ。焚き火の準備もしておこう。日が出てればあったかいが、日陰はもう寒いくらいだ。焚き火が心地いい季節だな。今日は大和マッチで火をともともちゃおもそともそう。火をともそう。火がついた途端にこの温かみ、この落ち着き。焚き火っていいよな。普段嫌なことあってもぼーっと焚き火を見てるだけでその時は忘れられる。むしろその時にいいことを思いついて問題が解決するかもしれない。嫌なことを忘れさせてくれたり、いいことを思いつかせてくれたり、いい思い出になったりする。焚き火はすごいパワーを秘めてるな。ゆっくりした時間を自分に与えてあげるってとっても大切なことだと俺は思う。そうそう、 YouTuber の俺はカメラの電池を充電しとかないといけない。今日はエコフローのリバー2マックスを持ってきた。ついでにスマホも充電しておこう。 AC 電源が4つ、うち2つは3ピンだ。それから USB が3つ、 USB-C が1つ。これだけ出力ポートがあると何かと安心だ。今のキャンプ道具は結構バッテリーを使うことが多いからこれはありがたい。ディスプレイも液晶になってて非常に見やすい。今は 12W 使ってて 100% の充電。
そしてそれを12時間続けることができる。シガーソケットも使えるのか。なかなかかゆいところにも手が届く。今日はこれを使い倒して料理を作っていきたいと思う。まずは電気蒸し器、これを使う。そしてハンドミキサー。両方キャンプには似つかない形だが、今日はこれじゃないとできない料理をしていく。早速やっていこう。おっと、このまな板は今制作中だ。まずはこの材料で焼肉のタレを作っていく。まずは具材をザクザク切っていく。ここは適当でいい。なんて言ったってハンドミキサーがある。今日はエコフローのリバー2マックスを使い倒していこう。しかもこのバッテリー512ワットアワーもあるのに 0% から 100% まで1時間足らずで充電できる。万一前日に充電を忘れても朝充電すればなんとかなりそうだ。もちろんシガーソケット充電もソーラー充電もできる。バッテリー自体の寿命も長く、1日1回の使用ならなんと10年近く使えるらしい。これは緊急時でも安心して使えそうだ。さあ、材料が切り終わったら鍋に移して火にかける準備だ。焼肉のタレは初めて作るけど、まあ大丈夫だろう。スーパーで焼肉のタレの成分表を見てきた。入ってるものが分かればなんとかなるさ。まずは酒。200cc ほど入れとくか。次に濃い口醤油だ。これは 100cc でいいだろう。そしてみりん、これも 100cc。 これで大体の基本の味にはなるはずだから、あとは微調整していく。せっかくだから焚き火で火にかけていこう。グツグツ沸かして少し煮詰め、野菜たちから旨味を抽出する。さあ、次は炭の準備だ。炭は真ん中をドーナツみたいに空洞にして置いていくと、そこから空気が入り自動的に燃えてくれる。細かい炭は燃えやすいから少し真ん中にあってもいい。その後大きい炭を上に乗せれば、あとはほっとけばいい。さあ、焼肉成果を灯していこう。おっと、焼肉のタレも沸いてきた。さすがは焚き火、火が強い。このままだと野菜の旨味が出るまでに水分が飛んでいってしまうから弱火にしていこう。薪をずらして火を調節する。ポコ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 ぐらいに沸いているのがちょうどいい。薪をずらしていい感じの火加減に調節する。この非現実的なやり方が非常に楽しい。次は茶碗蒸しの準備だ。騒音の白だし、これに最近ハマっている。非常に簡単でうまい出汁が作れる。まずはセオリー通りに水で割っていく。これで基本ベースの出汁は完成だ。簡単だろ。あとは卵を溶いていく。コシをしっかり残して溶いていく。それがふんわり上がるコツだ。そして出汁と合わせる。茶碗蒸しの地はこれで完成だ。簡単だ。あとはこぼれないようにしっかりと混ぜる。残った白身や殻がないようにザルごしをする。これで口当たりもまろやかだ。
さあ器に移していこう。シェラカップで蒸すと火の入り具合にばらつきができてしまう。器で蒸すのが失敗を下げ、口当たり滑らかな茶碗蒸しを作るコツだ。蓋の代わりにアルミホイルをかけていく。アルミホイルがおすすめだ。リバー2マックスよ、君の出番だ。よし、セットイン。さあ茶碗蒸し、極上のサウナを味わってくれ。このエコフローはスマホアプリでも使うことができる。ミーハーな俺にとっては非常に嬉しい機能だ。さすが蒸し器、出力が366も来てる。やっぱり温めるって電力使うんだな。初めてポタ電を触った時、主電源の他に電源があること知らなくて焦ったな。全然充電ないのに充電できねえんだもん。でもこれならすぐ確認できて離れていても安心だ。あと見た目がかっこいい。あっという間に蒸し器が黙々になった。リバー2プロもあんなに刺されてるのに全然機能が落ちない。さすがの安定力という感じだ。そうこうしている間に焼肉のタレもいい感じ。さあ次はハンドミシキサーの出番だぞ。ハンドミキサーは電力が弱いと回転が弱く全然機能しないこともあるけど、これは心配いらなそうだ。ナルト海峡のごとくぐるぐる回っている。消費電力も安定してる。うん、これなら大丈夫だ。さあ仕上げていこう。まずは砂糖。玉ねぎやリンゴから出る甘さを見てから砂糖の量を調整する。うん、いい感じだ。あとはごま油、これは欠かせない。そして一回砂糖を溶かすために回しておく。いい香りがしてきた。ここにごまだ。あとは混ぜて完成。これはひょっとするかもしれないぞ。シェラに入れたらめちゃくちゃ焼肉のタレだ。蒸し器もいい感じのサウナ状態。これだけしっかり蒸気が出てればまず間違いないだろう。よし、時間だ。リバー2プロも山を越えて落ち着いた。さあ見てみよう。滑らかプルプル、これがうまいんだ。ただ今俺の胃袋は茶碗蒸しの胃袋ではない。そう、肉を欲している。焼肉には俺ルールがある。ステージに乗れるのは一人二枚までだ。それ以上乗せると焼き具合がちょうどよくならない。二枚がベストだ。ほー、いいじゃないか。炭火で周りはパリッと、中はふわっと。これはいいぞ。興奮してきた。俺の胃袋がブルブル震えている。ちょっと待て、静まれよ胃袋。もう少しだ、もう少しだ。メガネなんてしてられるか。
どうせ伊達眼鏡だ。視力はいい、昔から。よし、そろそろだ。さあ、タレの泉に身を沈め、よーく絡ませる。いただくぞ。おいおいおい、なんかの間違いかと思うぐらいうまい。中落ちカルビ、骨の間にあるだけで少し安くなってしまう。いや、このまま安くなっていてほしい。この部分が大好きだ。それにしても焼肉のタレもいい感じでできた。肉の脂と混じり合って完成する焼肉のタレ、うまいに決まってる。あっという間に食べ終わってしまった。でも今日はこれがある。宮崎鉄板焼き親方のマンゴーホルモンだ。俺の一番好きなホルモンだ。これを豪快に炭の上、ただでさえホルモンって美味しいのに、タレにマンゴーを入れているから、酵素の働きでホルモンがトロトロに柔らかくなるんだと。このトロトロ、口どけがまたいい。はあ、匂いだけでビールがうまいぞ。焼いてる間にもう一品、このマンゴーホルモンを使って俺の大好きな食べ方をしていきたい。親方には怒られてしまうけど、俺はこの食べ方も好きだ。ちょうどカット野菜のいいやつがあったから、これも使って、あとはニラだ。これだけでいい。野菜をたっぷり引いていく。この野菜、後でものすごい大変身するから、たっぷりがおすすめだ。そして主役のマンゴーホルモン、豪快に全部入れてしまおう。そしてニラだ。忘れちゃいけないニンニク、しかも多めだ。くー、ナイスビジュアル。よし、ただこのままじゃ味が薄い。ここで登場するのがマンゴーホルモンのタレだ。つけてあるやつそのまま入ってるよ。別売りにするなんて憎いな。さあ、あとは焚き火に任せるだけ。俺ができるのは準備までだ。あと美味しくしてくれるのはこの道具たちだけだ。ホルモンもいい感じで焼けたぞ。プリプリツヤツヤ、妖艶ホルモンだ。おいおいおい、ファーストバイトだぞ。結婚式で行ったら、新婦が新郎にケーキを食べさせる、あの重要なシーンのファーストバイトだぞ。それをなんでこんなにピンボケしてるんだ。俺が見せたかったのは後ろの草じゃない。でも安心してくれ、このマンゴーホルモン、実は袋の中に必ずと言っていいほど高確率ボスホルモンというものが存在している。普通のホルモンより2倍や3倍でかいホルモンだ。さっきのよりも倍以上でかいぞ。
倍以上でかいということは、それだけ油のジュースが口の中いっぱいに広がるということだ。やけどは必須かもしれない。でもね、口の中のやけどより油のジュースを飲むことの方が重要だ。よし、気を確かに、気合を入れて集中するんだ。来た、これだこれだ。一噛み一噛みから溢れ出てくる油と旨味、口から広がる幸福感、これがいい。よーし、そろそろ鍋の方もベンチ入りしたぞ。どれどれ、うん、いい感じ、いい感じ。鍋の時はプリプリさが増すんだよな。焼きとはまた違った食感が楽しめる。うん、どれどれ、今はどんな感じかな。うん、ちょっとパンチが足りないから醤油を足しておこう。これで味がはっきりして美味しくなるはずだ。こういう場合の味付けのコツは、野菜や肉から味が出てから味を決めると美味しくなる。素材それぞれの味も調味料となるのだ。保温コーナーに置いて常に熱々を食べていこう。いざ目の前に来ると、もうよだれが、よだれでもう溺れそうだ。このプリプリ具合、もやしのシャキシャキ、想像しただけで、はあ。このホルモンもたまらない。うますぎる。これはあいつの出番だろう。ビールとホルモン、ホルモンと同じように切っても切り離せない関係だ。ちょっと噛んでしまったけど、ちょっと黙って食べよう。という間に食べ終わってしまった。残りわずかだが、楽しよう。この美味しい出汁を最後まで堪能しないわけにはいかない。そう、みんな大好き。やっぱりここの締めはラーメンだろう。下茹でなんてしなくていい。旨味の出汁を芯まで吸ってもらおう。麺が半分まで柔らかくなったところで、こいつの登場だ。卵男爵でソワール。くぅ、卵は沈んでしまったけど、いい感じだ。
俺は半熟ぐらいが好きだ。さあ、いい感じのクタクタ具合だ。ちょっと伸びてるぐらいの方がうまいんだよな。さあ、卵男爵、どこでボンジュー？いたいたいた、いい感じだぞ。さあ、テープカットならぬエッグカットしていこう。それでは、いただきます。ホルモンと野菜の旨味が詰まったスープ、こりゃうまいに決まってるよ。あとは忘れちゃいけないデザートタイムだ。茶碗蒸しで口の中すべてをリセットしていこう。そうそうそう、このエコフロー、なんだか年末に向けてブラックフライデーセールをしているらしい。なんでも最大で 50% オフ。さらにこの動画を見てくれた人だけにあるクーポンがある。正直ブラックフライデーとクーポンでこんなに安くして大丈夫なのかと心配だ。余計なお世話か。とにかく概要欄にクーポンコードもあるし、詳しい仕様もわかるから、ぜひ見てみてほしい。いやー、しかし今日のキャンプも最高だった。いつものキャンプももちろん楽しいけど、今日みたいに文明の息を使ったキャンプもまた楽しいな。料理の幅がぐっと上がるし、その分感動も大きい。うん、なかなかいいキャンプだった。次回は鍋かカキフライか、何にしようかな。